深夜の音楽番組チューン MC の末です。フジテレビアナウンサーの堤玲美です。今月も素敵なゲストをお迎えしております。2月のマンスリーチューン、ダイスの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。5人組ダンス&ボーカルグループダイス。4オクターブのツインボーカルが魅力のダイスは2011年渋谷のクラブで活動スタート。2014年にメジャーデビューし、2017年に日本武道館公演を成功。2020年にリリースした楽曲ストラスは日本人男性ダンス&ボーカルグループ史上初、ストリーミング再生回数 1.5 億回を突破。ストラスは昨年末の第63回日本レコード大賞を受賞。まさに今ノリに乗っているグループです。今回は番組が用意したキーワードからダイスの魅力を紐解いていきます。一つ目のキーワードは躍動の2021年。これはもう皆さん見てすごく忙しかったんじゃないですか。休みとかありましたか。めっちゃ忙しかったよ。もう全然休みなかったんですよ。でも思い出はどうですか。なんか残ってます、ちゃんと2021年の1月から、まあ、なんかあの一昨年に比べると、うん、まだ割と活動的にはできたかなっていうイメージはあるんですけど、1月から振り返っていきますと、ああ J リーグルヴァンカップ決勝の国歌独唱、これはだって見る人も緊張する瞬間ってことは、うん、はい、もう歌う人ってどんぐらい緊張するんですか。僕これ人生で一番緊張しましたね。もう震える、震えるっていうよりも集中しないといけないのに、なんか不安要素だとか考えてしまうと、もう本当に何も考えられなくなってしまって。なるほどね。キーが独唱なので。そっか、もう自分が練習したキーをちょっとでも外したらもう終わるので、入り口のキーで全部ね、はい、ギリギリで携帯でキー取って、でずっと頭でふーんって鳴らしながらちょっと紹介していただくの話を待って上がるんですけど、その紹介していただく話全く入ってなかったです。確かに後で映像で見たら10歳ぐらい顔老けてました。皆さん見てました。見ましたね、はい、僕が言うのもあれですけど、マジで老けてたんですよ。緊張しすぎてびっくりするぐらいやばかった、やばかったっす。またね、ね、実際その音楽を聴きに来てる方々じゃないからね、はい、うん、スポーツを見に来られてる方々だから、いい経験させてもらいました本当に。練習はどれぐらいしたんですか。練習は本当でも1週間ぐらい前からもう暇あれば歌いに行ってましたね。なんかルールとかってあるんですか。1分に収めないとダメなんです。あ、そうだったんですよ。じゃあ1分間の自由走なんですね。絶対に出ちゃいけなかったので。そうか、ってことはテンポ感ってこと。そうです。56秒7秒で、あの時間見なくても、あの収まるように練習しておきました。すげえ。チューンも潜入していた国歌独唱、その時の映像がこちら。独唱はダイスの大野雄大さんです。来ました。君が59秒。大野さんさすがです。なんかまた思い出してきたな。緊張してきた。緊張してきた。そうそうそう。
まあね、でまあ、そして4月ですよね、ザ・ファーストテイクに出演されたということで、こちらレコード大賞取られたね。今年いや2011年、もうファーストテイクもそうですし、ね、これも緊張しました。ひどかったです。だってこれでシトラスをね、これ緊張しましたね。出演オファーが来るんですか、これは。そうですね、で来た時はオファーが来たのか、まあ、スタッフさんがお願いしたのか仕掛けたのか、どうなのか、はい。まあ、でもその前々から出たいとは言ってましたけどね、はい、我々も、まあ、でも出たいってすぐ出れるあれでもないですもんね、いろいろ経てですけど、まあ、確かにね、これその国家独走と変わんないですもんね。そうなんですよ、しかも一発撮りってことですもんね、はい、ファーストテイクはね。ただでさえ緊張するんですけど、あのファーストテイクのスタッフの方ってその緊張感を大事にしてるがゆえに結構緊張かけてくるんですよ。あ、なるほど。どういう感じで緊張感与えてくるんですか。まあ、まあ、いや、もう失敗してもそのまま流しますんで、みたいな。過去にはピックを落としてしまった人とか、音を外してしまった人、歌詞忘れてしまった人たくさんいますけど、全員一発で出してるんでお願いしますっていう声のトーンもちょっとかけてくるんですよ。あ、そうなんだ。ちょっとあの暗めの声でちょっと照明暗くして2人だけにされて、2人とそのスタッフさん、周りの人がもう話しかけないようにこうして、重い空気感の中企画を説明されて、では行ってくださいって言われるっていう。うわ、怖。緊張しますね。それまで、めっちゃ怖いじゃん。それまで何もなく、本当にでは行ってくださいで中入ったらもうカメラが用意されてて、人は誰も、ね、歌うっていう。へー、あ、そうか。それでじゃ あのよくね、ファーストテイクといえばなんかちょっと、まあ、確か緊張感のあるなんかスタート感ありますよね、はいはい、ヘッドホンつけるとかね、何をこうちょっとどうしたらいいかわからないような空気感とか、なんか若干なんかってやりながらのね、はい、音がかかって始まりもそうですしみたいな、終わった後もなんかどこまであの使われるのかがわからないんですけど、なかなか声もかからないんですよ。はい、カットとかないんですよ。へー、こんな感じでずっと、もう戻っていいのかなっていう時間が流れて、急に天の声がどうでしたかみたいな話しかけられる。へえ、そうなんですね。え、じゃあその後ね、こう世に出されるじゃないですか。でそこでこう再生回数とかいろいろ気になるとかあるんですけど、そんなの気にしてる場合じゃないみたいなとこもあるんですか。再生回数はめちゃくちゃ気にしてました。やっぱり、はい、もうオンタイムでずっと見てました。もう更新更新更新って。いや、やっぱりその周りの皆さんがすごすぎるので、こんなに大きいコンテンツ出させていただいて、再生回数伸びなかったらどうしようっていう気持ちが強すぎて。実際どうでした、こう何度もあの更新しながら。過去一のスピードでしたね、今までのダイスの中でダントツで。そうです、早かったです。実際そこでじゃあ過去一のね再生回数の伸び方した時に、他のこう楽曲とかもどんどん影響出てくるんですか。いい感じの。あ、でも例えばフェイクミーフェイクミーアウトが、はい、あの藤原さんに作っていただいたんですけど、はい、ヒゲダンが作った曲なんだっていう、ファーストテイクから来たけどっていうコメントは他の楽曲にすごい増えた気がしますね。なるほど。じゃあ今までダイスの楽曲とかこう作品にもちゃんとみんながこう届いてくれるようになったっていう感じですね、はい、いやすごいな。でまたこうレコ大取ってからも伸びていったりとかするんですか。そうですね、やっぱりレコ大取ってから100万回以上伸びてる感じ。すごい ね。でも TikTok もね、私の話はいいですよ、ね、確かに TikTok 見てたらすぐ流れてきます。あれ結構ね再生回数どうですか。いやもう恐ろしいですよ、ね、でしょうね。 SNS の力って怖いなって思いました。喋っている姿より踊っている姿の方が見たことあります。私もそういったこと最近よく言っていただくので、はい、あのきっちり喋りの方も頑張ります。いやまあでもすごいですね、そうやってね再生回数が伸びていろんなところにねこうね繋がっていくっていうのは、やっぱシトラスはその楽曲のパワーというか、そもそも TikTok ですでに歌うまの方たちがカバーしてくださってたので、それがすごい大きかったかもしれないですね。なるほど。僕たちが歌ってるよりも歌うまの方たちが歌ってる方が本人だと思われてたので、当時はその歌うまの方とあのカバーして歌ってくれてた歌うまの方とカラオケ行った時があったんですけど、ああそっちの方が本人だと周りに思われてました。ああ本人のシトラスだみたいな。そう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 、あ、なんとも言えない気持ちで聞いてたけど、まあ、それはね
なんか悔しいですね。あでも僕も結構見てたんで、はい、ちょっと嬉しかったっすね。あ本物だと思って。本物だよね。簡単な上げちゃうんですよ、どんどんね、その場ではもうどうぞどうぞ。もちろんもちろんそうです。さあそんなね皆さん多忙を極める中で、はい、12月にもう飛びますね、日本レコード大賞、はい、受賞されたということで。うん、でもこのまでにほらアリーナツアーもやってますよ。そうですね、これ有観客 で、はい、久々にやって9月に1億回突破したんです、うん、2020年の時の楽曲が2021年に賞を、はい、そうすごい長い期間。ストラスは結構後半だったんでリリースが、はいはい、まあ、あとねこのファーストテイクとかで、そうです、やっぱこうなったんですか、うん、でも本当今はこう昔の曲でも全然いつヒットするかわからないっていう状況だと思うので、ね、それこそ TikTok とかね、はい、誰かこう バズらせる人が、そうですね、急にだから3年前ぐらいの曲とかバズったりするじゃないですか、うん、いろんなアーティストの方々だから、どの曲が来るかもう全くわからない。確かに、ね、あーって聞いててめっちゃいいって思って調べたら結構リリース前だったりしますもんね。そうですね、だから TikToker の皆さんが全てを握っている可能性がありますね、これは。何を言うんですか。ぜひあのどうせという曲を踊っていただけたら。もういやこれはもう押した方がいいですよ。どうせという曲結構簡単な振り付けなんで、じゃあ、はい、口ずさんでおきます、スタッフさんの前で。ありがとうございます。私が決めてるわけではないので。でもどうせどうせばっかり言ってる人あんまりいいイメージないですよね。確かに、どうせ確かにちょっと嫌ですね。でも実際こう12月にそのシトラスレコード大賞を決まった時どういう気持ちでしたか。いやー本当にまさか僕らとは思ってなかったです。本当になんか名前呼ばれてもしっくり来なかったですね、しばらく。あそうなんだ。あのこのライトの時、はい、でターンってなった時は、はい、えっていう感じでしたね。へえ。でもあのスタッフさんが結構こう巻きのあれが出てたので、いけ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 い
お気持ちを聞かせてくださいって言われて喋ってたらなんかもう急に曲もかかって苦笑いしててあれ結構絶妙なタイミングだったんですよ、うん、僕喋り終わって雄大来た時にもう、うん、あの前でスタッフの方がカウント始めてたんですよ。だから多分残り7秒ぐらいで終われるわけないから絶対これはみ出るなと思ったら案の定はみ出たっていう困ってた、まあ、困ってたのね振っていただいちゃったんですか、ね、なんか答えないわけにもいかないし、いかない、ね、うん、ただでも答えたい、いや答えようと思って出たはいいんですけど、うん、途中からなんか耳にカウントが音が鳴り始めた瞬間にあ、これテストしてんなと思ったらもう表で鳴ってたことだったんでやばいと思って急いで入りました。本当にあの皆さんにとか言ってる時にカッカッカッよかった、喋る時になんかこうリズム取んないそんなことなかなかないと思うんですけど ね生放送ならではというか、うん、ね、ダイス躍動の2021年を振り返っていきました。この後は朝9時のシトラス披露していただきます。熱を受けてゆく路地裏の香りが忘れさせたんだ。水も甘いも捨て平凡に埋もれてもここにある幸福は何にも変えがたい。指差し笑われたとして弱めるに知らせることなく何か気が今迷ったならまっすぐに飛べ。離さない自由を掴んでそれぞれの未来が
スは来週2月16日にニュー EP リバーシをリリース。さらに全国アリーナツアーの開催も決定しています。詳しくはオフィシャルサイトをチェック。